はい、おこんばんちは、うかでございます。さて、やっていきましょうか。パート16ですね。一人解放されました。やっていきたいと思います。とにかくびっくりしました。この宮田って人さ、お祭り男のあの人だよね。それでしょう。まあいいや、とにかくびっくりしました。車で突っ込んできた後、いきなり発砲したんで、銃を撃ったのか？天井に向かって一発。それから、動くなって叫びました。その時のポジションを確認したい。ポジション？誰がどこに立っていたかってこと。ああ、それなら覚えています。僕はフロアの中央に立ってました。マネージャーのミキさんは、奥のカウンターでコーヒーを飲んでいました。オーナーと杉浦さんは事務所の中にいました。車が突っ込んできて目の前で止まった。それから犯人はどうしました？助手席にいた女性の腕を掴んでこっちに歩いてきました。そして天井に一発。それから動くなと言ったのね。そうです。次に事務所に入るように指示されました。ミキさんも？そうです。僕とミキさんが先に事務所に入りました。それからあの男と人質の女が一緒に事務所に入ってきました。それから、いきなりオーナーを殴ったんです。拳銃を持った手で。そうです、あの気絶させるやつだよね、多分。オーナーがその場に倒れて全員パニックになったところを、天井にもう一発、威嚇射撃かね。そしてバッグからザイルを出してみんなを縛れ。犯人はバッグを持ってたんですよね。助手席の女に持たせていました。そのバッグにザイルが？そうです、登山で使うような丈夫なロープでした。登山用のナイフも持ってた。ああそうです、ホルスターに入った大きなナイフを持ってました。ザイルでしまったのは私です。まず気絶したオーナーの手首と足首を縛りました。それから助手席の女を床に座らせて机に縛り付けました。そう犯人が指示した。もちろんそうです。それからミキさんが杉浦と僕を縛りました。ミキさんを縛ったのは犯人です。杉浦、僕、ミキさんが一列になるようにザイルで縛り直しました。事務所の外に出たのはすぐ後ですか？いや、しばらく経ってからです。3時間ぐらい放置されてたような気がしました。でも実際には30分くらいだったと思います。まあ時間を長く感じるよね、そういうのって。その間犯人は何をしてました？助手席の女にボソボソ話しかけていました。小さい声だったので何と言っていたか聞き取れませんでした。殴られたオーナーは意識は戻りました？気絶したままでした。犯人を観察して何か気づいたことは？そんな余裕はありません。殺されるかと思って震えてましたから。部屋から出るとき何か言われましたか？いえ、特には。ああ、そういえば。ミキさんが金庫の鍵を持ってると言いました。そしたら犯人は金なんていらないと言いました。金はいらないと言ったんですね。じゃあ、つまり金目当てじゃないってことだよね。ええ、確かにそう言いました。あなたとミキさんと杉浦さんの3人は見張り役ですか？そうです。警官の姿を見たらザイルを引くようにと言われました。ありがとうございました。なるほどね、金目当てではないってのが分かったんだこれで、ね、あとなんでオーナーを殴った理由だよね。片桐さん、原和也は総督に頭を下げて、もうすぐ到着する。総監か、助かります。中村さん、中川喜一の調べは終わってるよ。前科がありました？いや、何も出なかった。でも面白い話がある。もともと中川喜一は刑事だった。意外だろ？警察をリタイアした探偵なんて珍しい話じゃない。ニューヨークならそうだろう。でも日本じゃ珍しい話だよ。面白いのは肩書きだけじゃない。中川は懲戒免職になった。理由は人質事件の強行突入。無理な突入を指示して犠牲者を2人出している。耳の痛い話だ。その時の指揮官は、小山だ。そうだ。笑える話だろ。だから、小山田の、尻拭いをさせられたってわけだろ。
マジか、笑えませんね。すまん。吉岡真嗣の動機はまだわからないか。会社から送付されてきた資料を信じるなら生活サイドに問題はないようです。思想と薬の線は除外していいでしょう。じゃあ怨恨の線は？可能性は高い。でも怨恨だけなのか、それがまだわからない。どういうこと？恨んでるのか、愛しているのか、復讐したいのか、道連れにしたいのか。そこを見極めないと必ず失敗する。中村さんならこの後どうする？は、白旗をあげるね。片桐さんに突入準備をお願いする。犯人に直接聞いてみれば？それは危険だ。感情が高ぶって暴力の引き金になる。俺にはそんな勇気ないね。またじゃあその話は極力しないようにしろってことか。次の交渉では。吉岡はバイルに、バイルじゃねえ。バックにザイルと登山ナイフを用意していた。この立てこもり事件を計画的な犯行と考えることはできます？考えることはできる。でも原夏子を拉致するために容赦とも考えられる。そう考える方が自然だ。うん、ありがとうございました。じゃあ突っ込んだのは突発的なことってことか。どうする気だ？もう少し粘ってみます。鬼塚、意地を張るなよ。名誉よりも人命優先だ。分かってます。はあ。お、キープアウト、立ち入り禁止。人質を確保した。約束を守ってくれて感謝する。1億とセスナーはどうした？金は本庁から取り寄せている。セスナーは申請が必要なので時間がかかる。金はいつ用意できる？もう少しかかる。いつ用意できると聞いてるんだ。こっちも急いでるんだ。1億なら多分3時間以上はかかる。2時間以内に用意しろ。な、無茶な。2時間を過ぎたら人質を1人殺す。できるだけ努力する。できるだけじゃダメだ。必ず2時間以内に用意しろ。もう1人だ。金を用意したらもう1人解放してくれ。女はダメだ。男でもいい。もう一人解放してくれ。いいだろう。だが変な動きをしたらその場で全員を撃つ。あれか、だから、男だと反抗される場合があるからってことか。この2時間が勝負です。どういうことだ？ 1 億と引き換えに人質をもう一人解放させます。でも、そこで行き詰まる。行き詰まる？そうだ。こちらの手札は3枚しかない。はじめは逃走用の車、次に1億円、最後にセスナ。2枚目を切ったら最後の1枚になる。当然のことでしょ？残り1枚になったらお互いこの茶番に耐えきれなくなる。わかるか？わからない。吉岡は宮田の前で金なんてどうでもいいと口走った。これは本心だと思う。でもあいつは金を2時間以内に揃えると、あ、なんか矛盾してるね。そうだよ。2時間以内に揃えろと言った。自分の方から制限時間を切ったんだ。意味がわからないな。そうなんです。金だけ急いでも全く意味がない。車、金、セスナ、この3つが揃わなきゃ逃げられないんだ。なるほど。じゃあどうすれば？吉岡の本当の動機を2時間以内に見つける。推理パートってことね。わかりました。動機が分かったらどうにかなるの？どうにかしてみせる。もし分からなければ突入を考えた方がいい。セスナの話を持ち出すのは危険すぎる。最後の切り札だからね。なるほど。でも最後の札でしょ。あ、ん？セスナは持ち札としてカウントできない。あ、できないの？人質を見殺しにしたいなら今すぐこう聞けばいい。セスナにどこで飛ぶんだ？そこで交渉は終了。あいつは二度と電話に出ないだろう。話は分かった。2時間で片付けよう。セスナの話は現金で言うとね。もし成果がなければ北村に突入を指示する。そうしてください。神崎、盗聴は？車に仕掛けた盗聴器でショールームの声は拾えるか？録音してます。リアルタイムで春ちゃんが聞いてます。情報を掴んだらすぐに知らせてくれ。鬼塚さん。お客さん。探偵の中川さんです。お、来た。はい。ということで、中川義一、探偵がね、到着したということで、じゃあちょっと、そこからまた流れが変わってくんじゃないかなと思います。それじゃあ、次回も見てね。それじゃあねー。